日本関東地方東京都江戸川区臨海町臨海町は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は臨海町1丁目から臨海町6丁目。郵便番号は134-0086東京都江戸川区南部火災地域南部に位置する同区最南端の町で火災起機開発事業によって造成された埋め立て地である。 面積は3.0685平方キロメートルで、江戸川区で最も大きな町である。隣接する地域は、北は、静清新町2丁目、西葛西8丁目及び中葛西7丁目、北東は、南葛西1.3、5丁目及び堀江町、東は、旧江戸川を挟んで、千葉県浦安市、舞浜、西は、荒川を挟んで対岸に、江東区新木場。 夢の島及び新砂がある。南は東京湾で隣接地域はない。京葉線を境に北部と南部、火災中央通りを境に東側と西側に分けて説明すると、北部の東側には東京都中央卸売市場火災市場やトラックターミナル、東京団地倉庫、江戸川臨海郵便局などが集まっている。江戸川区は運輸業が盛んな地域だが、 特に当庁は、東京都道318号環状7号線と、東京湾岸道路が交差し、火災ジャンクションにより首都高速道路湾岸線と、中央環状線が結ばれており、火災出入り口があるなど、交通の要所となっており、物流の拠点になっている。北部の中央には、ゴルフ練習場のロッテ火災ゴルフがある。この場所はかつては、ロッテワールド東京の建設予定地だったが、 計画が凍結されたまま現在に至っている。北部の西側は、左近川沿いに、団地や感舎、東京都立紅葉川高等学校や、東京臨海病院などが立ち並んでいる。荒川沿いには、火災水再生センターがあり、海まで敷地が続いている。南部は、火災臨海公園が大半を占め、一般住宅はない。火災臨海公園と、 火災水再生センターに挟まれた一角には、江戸川区臨海球技場があり、少年野球用とフットサル用のグラウンドが3つ用意、されている。ここを拠点とする江戸川南リトルリトルシニアは、競合チームとして知られており、2010年には、リトルリーグワールドシリーズで優勝し、世界一となった。一方で、東京都は、福島第一原子力発電所事故後の電力不足を、 補うため、臨海第二球技場などに天然ガス発電所の建設を検討している。臨海町は海抜0メートル地帯に隣接するが、森土によって水面上に作られているため、海没の心配はない。特に火災臨海公園内に作られた山は、高潮防潮堤としての機能を持っており、南関東直下地震の2メートル弱の津波にも耐えると言われている。 臨海町は区内で30番目に人口が多い町であり、3209世帯7877人が在住している。人口密度は5丁目を除いて、区の平均の半分以下で事実上の最下位である。卸売市場のある3丁目や臨海公園のある6丁目には住人はおらず、トラックターミナルのある4丁目も住民は極めて少ない。一丁目や二丁目には、 住宅街があるが、隣接する下水処理場やゴルフ練習場は広大であり、町全体では住民より従業者の方が多い得意な地域のようである。一方、関7通りに面した5丁目は大規模な団地になっており、人口密度は平均の3倍以上で、区内で最も人口密度が高い地域になっている。臨海町を通る首都高速道路湾岸線は、 湾岸部を縦断して東京港や横浜港、羽田空港や成田空港、鹿島港などをつなぐ重要なルートである。湾岸線は臨海町にある河西ジャンクションにより中央環状線に分岐し、その先にある上磐自動車道や東北自動車道などともつながっている。また臨海町で湾岸線と並行する一般国道の東京湾岸道路は 東京湾をめぐって、京浜工業地帯と京葉工業地域をつなぐ重要なルートだが、臨海町で東京都道318号環状7号線と交差し、内陸部の主要な一般道ともつながっている。臨海町を通過する車両は膨大であり、湾岸線の交通量は日中だけで104,377台、東京湾岸道路は31,434台に、 およぶ。また、中央環状線は55,282台、環状7号線は18,052台であり、単純合計で約21万台に達するようである。東京湾岸道路は、昼夜率が高く、夜間でも昼間の約7割の交通量がありついた地中、車の流れが途絶えることはない。東京湾岸道路や、 夜間の湾岸線を通過する車両の約半分は大型車両のようである。東京には毎日膨大な量の荷物が出入りしており、一節には東京都周辺の都市圏内で133万トン、日、都市圏外と90万トン、日、内海外とは20万トン、日が流通するという。重量ベースで荷物の6割は10トン以上の大型トラックで運ばれており、 工場から一旦、広域物流施設に集められ、都市内配送用の物流施設を経由して、各地の店舗に配達されるようである。臨海部には、広域物流施設が集まっており、臨海町もその一翼を担っている。臨海町には327の事業所があり、9098人が働いている。事業所は48町中に7位だが、従業者数は区内第8位で、 それなりに大きなビジネス街である。大規模な都立公園や病院があるためか、事業所あたりの従業者数は約28人で、区内第1位の規模である。業種は、運輸業、郵便業と、卸売業、小売業が3割ずつで、中央卸売市場などのサービス業が約1割を占めている。その他に、公園内のホテルや、水族館、下水処理場も存在する。 林会長の運輸業は、事業所、従業者ともに、区内第一位であり、区内最大の物流拠点になっている。三丁目と四丁目は、流通業務市街地の整備に関する法律で、定められた流通業務地区であり、流通業務施設以外の建設が制限されている。これは、都市計画法の地域地区と呼ばれるもので、東京周辺では、東西南北の5拠点があり、 林会長は、東部流通業務団地として整備されている。地区内には、トラックターミナルや、卸売市場、大型菓子倉庫、運送会社の組合施設などが整備されている。例えば、東京団地倉庫は、民間の株式会社で、火災の他に平和島、足立、板橋などにも、倉庫を所有し、テナントに貸し出している。西事務所には5階建ての倉庫が3つあり、 倉庫内には、エレベーターや垂直搬送機、テーブルリフターなどが装備されているという。現在15社のテナントが入居しており、近隣だけでなく、京都や大阪、福井、静岡などに本社を持つ、物流会社の営業所も入居しているようである。テナントの取り扱い品目は多岐にわたり、食品や医薬品、医療品をはじめ様々な物品を保管、運搬しているようである。 またトランクルーム事業を運営している会社もあり、機密書類や映画、CM のフィルムや小道具の保管サービスを提供している会社もある。最近の物流会社はシステム会社でもあるようで、サードパーティーロジスティクスと呼ばれる物流システムの構築やソフトウェア開発を行っているテナント会社も多いようである。その成果臨海町の情報通信業の従業者数は区内で、 第2位の規模である。また、近隣の臨海郵便局には、日経 BP の子会社である、日経 BP 読者サービスセンターが入居していたり、書類関係の仕事も多いようである。臨海町には、大型のスーパーマーケットや場外市場もあるが、売り上げの大半は、卸売業が占めている。卸売業の販売額は、約百十六億円で、売り上げ規模は西水へ。 西火災に次ぐ、区内第3位である。卸売市場のある3丁目が大半を占めており、取扱品目は農畜水産物、その他食品飲料と自動車が多いようである。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では、 学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。火災臨海公園駅火災臨海公園ロッテ、火災ゴルフ、東京都立高陽川高等学校東京臨海、病院 AB、町長名別世帯と人口、年齢別人口報告。江戸川区。2017年12月13日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。 2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月13日閲覧。江戸川区。東京江戸川区土地、人口、気象。2012年7月16日閲覧。池田利道、小口達也、東京23区研究所、フィルモアアドバイザリー。江戸川区、陸の古島と言われる水の町は、 なぜ子供の数が最も多いダイヤモンドオンライン2011年1月7日閲覧手続きの進捗状況ロッテワールド東京計画東京都環境局2011年1月4日閲覧リトルリーグ東京江戸川南が世界一 MSN3K ニュース2011年1月4日閲覧 天然ガス発電所設置技術検討調査報告書。東京都。2012年7月12日閲覧。首都直下地震等による東京の被害想定。東京都。2012年7月12日閲覧。町長目別世帯と人口、年齢別人口報告。平成27年度。江戸川区公式ホームページ平成27年10月1日。 現在町長別世帯と人工国土交通省道路局国土技術政策総合研究所平成22年度道路交通センサス一般交通量調査東京2012年7月22日閲覧東京都市圏交通計画協議会東京都市圏の物流の実態2012年7月22日閲覧東京都市圏交通計画協議会 物流から見た東京都市圏の望ましい総合都市交通体系のあり方2012年7月22日閲覧 AB 江戸川区東京江戸川区産業2012年7月7日閲覧江戸川区流通業務地区2012年7月22日閲覧東京団地倉庫火災事務所2012年7月22日閲覧 日経 BP 読者サービスセンター2012年7月22日閲覧町長名別通学指定校一覧江戸川区2017年12月13日閲覧江戸川区立小学校学校選択制のご案内江戸川区2017年12月13日閲覧江戸川区立中学校学校選択制及び学校公開のご案内 江戸川区、2017年12月13日閲覧、ありがとうございます。